こんにちは。103キロの恋愛カウンセラーの羽林ゆずです。バレンタインデーは女子にとって大切な日だよね。この日を境に急に付き合い出す女子もいるくらい、憧れの彼と仲良くなれるビッグチャンス。男にチョコあげんのめんどい、ともチョコだけでいいし、っていう女子だって、気になってる男子と簡単にお近づきになれるなら嬉しくない？そんな簡単に付き合えるわけない、と思ってるそこのあなた。そんなあなたにこそ私の話を聞いてほしいな。一年に一回しか来ないレアなバレンタインデーを上手に使って大好きな彼にアプローチしてみよう。1、チョコを手作りしない。すでに付き合っている彼にあげるなら手作りチョコでもいいけど、これから付き合いたい彼にあげるならお店で売ってるチョコにしよう。なんでかっていうと、彼との関わりが薄くなるから、普段から料理をしていない女子がいきなり手作りチョコを作ると失敗しやすいんだけど、そのせいで自信をなくして、彼とうまく関われなくなっちゃうんだ。逆に料理上手な女子でも、自信作のチョコにばかり意識が向いてしまって、目の前の彼との関わりが上の空になっちゃう。大事なのはあげるチョコじゃなくて、彼との関わりなんだから、チョコはぶっちゃけ適当でいいんだよ。に、手私にこだわらない。せっかくあげるチョコだったら、彼に直接渡したいって思うよね。もちろん手渡しができる距離なら手渡ししていいんだけど、絶対に手渡しじゃないと気持ちが伝わらないなんてことはないから安心してね。普段はあんまり会う機会がないのに、手渡しにこだわっちゃうと無理してでも彼に会いに行かなきゃいけなくなる。急に会いに来たあなたを見て、彼はびっくりしちゃうかもしれないよ。女子からすればそれだけ気持ちがこもってるってことなんだけど、男子にはそれがわからないから、あまりにも突然のことにちょっと引いちゃうんだね。3、チョコだけに頼らない。彼がチョコをもらってくれたら告白成功っていう風に思う女子が多いんだけど、実はそうとも限らないんだ。くれるのにもらわないのは相手に対して失礼と思ってる男子もいるからね。付き合いたい女子からのチョコじゃなくても、とりあえずくれるものはもらっちゃう。だから自分の気持ちはチョコだけじゃなくて言葉でも伝えよう。付き合ってほしいなら、付き合ってほしいって言おう。口で言われれば男子の方も、女子の真剣な気持ちがわかるから、いい加減な気持ちでチョコをもらっちゃうことはなくなるよ。4、いきなり付き合おうとしない。とはいえ、いきなり、付き合ってほしい、って、言って成功するのは、もともと結構仲が良かった男女の、場合だけ。まだそんなに仲良くない彼には、急に告白するの早めておこう。でも、チョコを、あげるのはいいんだよ。チョコをあげることは、告白することとは違うからね。愛してる、じゃなくて、嫌いではないみたい、っていうくらいの、楽な気持ちでチョコを、あげてみよう。気軽なチョコの方が彼も、気負わずにあなたを意識するようになるよ。バレンタインデー当日からいきなり恋人同士にはならないけど、その分確実に彼と仲良くなれるからね。5、みんなにもチョコを、あげる。気軽な気持ちでチョコを、あげるなら、彼だけではなく彼の周りのみんなにもあげよう。彼一人にだけチョコを、あげると重くなっちゃうけど、みんなにあげるならみんなが楽しい気分になるからね。そのみんなの中には彼も入っているから、彼も楽しい気分になる。あなたのおかげで楽しい気分になれた彼は、あなたに対してちょっとずつ好意を、感じるようになるよ。こうやってちょっとずつ彼との、距離を縮めていって、かなり近づいてきたらその時は、彼だけに本命チョコを、あげて告白しよう。こんにちは。103キロの恋愛カウンセラーの羽林ゆずです。バレンタインデーは女子にとって、大切な日だよね。この日を境に急に付き合い出す女子もいるくらい、憧れの彼と仲良くなれるビッグチャンス。男にチョコあげんのめんどい、ともチョコだけでいいし、っていう女子だって、気になってる男子と簡単に、お近づきになれるなら嬉しくない？そんな簡単に付き合えるわけない、と思ってるそこのあなた。そんなあなたにこそ私の話を聞いてほしいな。一年に一回しか来ないレアなバレンタインデーを上手に使って大好きな彼にアプローチしてみよう。1、チョコを手作りしない。すでに付き合っている彼にあげるなら手作りチョコでもいいけど、これから付き合いたい彼にあげるならお店で売ってるチョコにしよう。なんでかっていうと、彼との関わりが薄くなるから。普段から料理をしていない女子がいきなり手作りチョコを作ると失敗しやすい。